Hello everyone, it's Gaku Hasukoi. Thank you for watching this video and welcome to my channel. Today's topic is how to improve your English speaking ability even after you get 900 points in TOEIC score ということでございまして、今回ですね、 TOEIC 900点取ってもなかなか英語を話せるっていう風にならないよってことなので、じゃあどうしたら話せるようになるか、どういうことをするとより流暢にですね英語が話せたりとか使えたりすることができるのかっていうのをねお話ししたいと思います。で、実際にですね900点超えるぐらい英語力があるとどんな感じなのかっていうね、非常に興味深いところだと思うんですけども、人にもちろんよるとは思うんですね。ただ例えば、僕がですね学生時代最初に TOEIC 900点超えた頃ですね、どんな感じだったかっていうと、僕は海外の経験がなかったので、ずっと日本にいて国内で英語を勉強してたわけですね。で取ったと。そうすると、もちろんですねそれなりのものは読めたりとか書けたりとか聞けたりとかできるようになるんですけれども、で洋画が見れるかっていうと洋画は半分ぐらいかなしかわからないっていうぐらいですね。で英字新聞もだいたい半分ぐらい、ジャパンタイムズとかそういう日本国内の記事をの内容であればね、当然普段馴染みがあったりとか知ってるようなニュースも多いわけなので、そうすると7割8割ぐらいは分かるかなということですけれども、やっぱりニューヨークタイムズとかねワシントンポストとか、そういうのになると半分ぐらいとかですかね。やっぱりアメリカ国内の社会欄っていうかね、そういう国内で起きてることだとか国内で問題になってることだとかなると、その背景知識がないのでやっぱりちょっと難しいなというのはありましたかね。で書くことに関してはやっぱり中学英語レベルでは書けるかなっていうぐらいですけども、それ以上になるとちょっと難しいかなというところですよね。もちろん高校レベルの単語とか使えるは使えるってもですね、きちんと漢詩ザとかアとかね、そういうのが使えてるかっていうと自信を持ってイエスとは言えないかなという感じですね。だからやっぱり運用力、英語をこう運用する力っていうんですかねはまだまだなんですね。で当然話すっていうことに関しても生活したことがないので、当然話すことに慣れてないわけですね。話す状況とか局面がなければやっぱりいくら聞けても話せるようにはならないわけですね。だからそう考えると話すっていう状況を作り出さなきゃならないっていうことなんですね。でこれは一人でもできますよっていうのは僕はすごくね強調したいところです。相手がいないと会話成り立たないじゃないかっていうふうに思うと思いますけれども、会話は成り立たないんです。でもスピーキング能力がそれでは上がらないなっていうことですけども、スピーキング能力は自分一人でも、それこそ極端なつぶやきでもね、つぶやくことでも話せればスピーキングの能力が上がるってことですね。だから僕はそこで考えたのはやっぱ音読なんですね。音読はやっぱり自分自身のスピーキング能力のみならずリスニング能力をもですね向上させてくれる非常に有効な手段だったなというふうに思います。で例えば、僕最近もまたね結構いろんなものを始めてるんですけども、皆さんにねこの動画を見てる皆さんにおすすめしたいなと思うのはいくつかあって、状況をまず考えていただきたいと思うんですね。せっかく TOEIC 900超える、当然それまでにそれを目標にしてきたと思うんですね。 TOEIC 900を超えたいとか、例えば満点を取りたいとか、その目標に向けて勉強してきたからこそそのレベルに到達したと思うんですね。で話せるようになりたいんであれば、やっぱ話せるようになりたいっていう目標に向けて努力する必要がある。で具体的にどう話せるようになりたいのかっていうことを明確にする必要があると思うんですね。例えば海外旅行で困らないようにしたいのか、あるいは職場が今そういうグローバル企業とかで働いていてですね、英語が公用語になっていてそこで困らないようにしたいのかとか、いろいろ状況あると思うんですね。もう本当に海外のネイティブのボーイフレンド、ガイフレンドと付き合いたいからっていう理由もあるかもしれないです し、さまざまだと思います。で、その
どういう状況の英語を話せるようになりたいのかっていうフォーカスが絞れたら、あとはやっぱりもうそれ専門のフレーズだとかを徹底的に聞いたりとか、当然音読ですよね、話せるようになるトレーニングをするっていうのが一番近道だと思います。直接的にそれが一番有効だと思います。で、まあ、例えばなんですけども、これなんかすごくいいなと思うんですね。朝起きてから寝るまで表現っていうね、こんな本ですね。このぐらいの分厚。これですね、英会話は相手がいなくても上手くなるってこの背表紙に書いてあるんですけども、表現がね、線の、まあ、例文というか表現があるんですね。で、まあ、これなんかは本当に朝起きて、まあ、朝通勤仕事スマホ PC ライフとか家事とかね、健康美容趣味外食とかね、まあこんな感じでその場その場でですね、我々が普段話す頻繁に話すような話題とかフレーズとか、それが全て日本語と英語で紹介されてるんですね。でこれ素晴らしいのは、当然音声もスマホでダウンロードできて、その音の速度もね、音速も変えられるということなんで、僕は大概ランニングとかウォーキングしてる時にこれを2倍速で聞いて、で実際音読もするということをしてます。でそうすると日常的に話す英語はほとんど身につくと思うんですね。だからこれは非常にいいなと。でこれシリーズがあって、これはねもう普通のいわゆる今ご紹介したままなんですけども、例えばオフィス編とかね、これは職場でよく使われるであろう表現が線紹介されている、あるいは海外旅行編っていう、こういうね、これは海外旅行、出国からまた入国する帰ってくるまでの間ねに使われるであろうフレーズですよね。それが紹介されていると。だからまあちょっと僕はね、あの英語屋さんでもあるので、こう3冊全部買ってね、ペラペラとめくって、今ちょうどこの起きてから寝るまで表現、これ一番スタンダードなものをね、いつも2倍速で聞いてるんですけども、でもねやっぱり分からない、知らなかったこととか多いっていうかあるんですよね、それなりにね。でこれなぜかというと、僕も20年間外銀で働いてましたけども、やっぱその外銀の中で国際金融市場っていうね、まあその中に中心にいた人物だったわけですけれども、そこで取り交わされる英語っていうのは、まあ言ってみれば決まった言葉ばっかりなわけですね。専門用語が多いとはいえですね、その専門用語を中心に使った会話なわけなので非常に限られてるわけですね。だからこれよくあるんですけども、例えば大学を日本で卒業して大学院、優秀な大学院2年間だけ行ってアメリカに行って帰ってきてもですね、すごく話せるようになって帰ってきたかっていうと、ね、そうじゃないんですね。まあ、難しい論文とかそういうのを、まあ、ディベートとかですね、そういうのをある程度できる感じで帰ってくるのかもしれませんけれども、じゃあ例えばその街のグローサリーストアとか行ってですね、買い物するとか、そういう経験っていうのはかなり限られてるでしょうから、そうするとそういう一般的な生活にまつわる英語を聞いた時に、あるいはそれをこう普通に話せるかっていうと、なかなかそういうのって難しいんですね。だからやっぱり状況、場数をいくら踏んでるかってことだと思うんですね。だそう考えると、僕自身も20年ぐらいですね、まあ公用語は英語っていう仕事職場関係にいたんですけれども、海外ずっと長い間住んでたわけじゃないので、やっぱ普通に生活する、このまさに起きてから寝るまでにね、普通ネイティブが使うであろう表現とかっていうのは意外と抜け落ちてるんですね。だから逆に言うと、このオフィス編、これなんかだと腑に落ちる、使えるものが結構使ってたなと思うようなって結構あるんですけども、この起きてから寝るまで表現、例えばその洗濯機にこう柔軟剤を使うだとかですね、あとはなんかこうネットに入れて洗うとか、つけ置き洗いするとかですね、まあ、当然そういうのってなかなかっていうか全然使わないわけですね。でそうなるとこういうのを読んでですね、で実際に聞いて、で自分が言えるようになる、まあ、これやっぱ重要なのかなっていう気がすごくしますね。だから、まあ、一番いいのは、まあ、このような頻繁に使うであろう、日常的にね、どんな国の人がどういう生活をしていようが日常に使うであろう表現を、
まあ、いくつも覚えるっていうのは一番手っ取り早いかなと。でまずは1000ぐらい覚えてみると、ね、1000覚えるとだいぶ自信もつきますよってことですね。やっぱり目標ってそういうことだと思うんですね。具体的な、じゃあいくつ覚えるかとか、それって必要だと思います。その止めとなく、じゃあどこまでやればいいんだっていうのは最初からクリアじゃないとやる気すら起きないわけですね。どっから始めていいかも分かんないっていうことですね。だから まず一冊手に取って自分が気に入ったものをね手に取って、でそれを仕上げるとかね、まあ、そういうのをやっていくといいかなと思います。であとはですね、これもいいかなと思ったんですけども、音読ジャパンっていうね、こういう本もあります。でこれは英語で今の日本を、まあ、語るって書いてあるんですけども、日本に住みながら英語をマスターしようと思ったら音読が一番、これもね背表紙にそういうこと書いてあります、ね、でこれの英語のレベルはですね、ここにも書いてありますけど英検準2級から2級レベルなんですね。で実際に TOEIC 900点ぐらい取ってる人っていうのは英検でいうと英検1級とか、まあ、準1級のレベルだと思うんですけども、それって何のレベルかかっていうと、分かるっていうレベルがそのレベルだってことなんですね。できるっていうレベルは当然それよりももっと下だと思うんですね。だからちょうどこのぐらいがいいと思います。英検準2級から2級。多分ね、TOEIC 900点持ってる、以上持ってる人でもですね、英検2級の英文を普通にこうスラスラ言えたりとか、そのレベルで会話できたりとかってできるかって、多分できない人のほとんどだと思うんですね。自分もやっぱりあんまり自信がないです、それは。もちろん普通に話せたりとかすると思いますよ。でも結構たどたどしかったりとかすることもあるんじゃないかなっていう気がします。だから分かるっていうレベルとできるっていうレベルは当然この英語に限らずですけども、ギャップがあるわけですね。でそのギャップを埋めるべく努力っていうのをやっぱ常にする必要があると思います。やっぱ第二外国語なので、そこのギャップっていうのは非常に大きいはずなんですね。当然我々日本人が母国語、日本語を話すときも日本語で理解できるレベルと、じゃあそれを説明してくださいって言ったときに、ある程度きちっと理解できないと説明ってできないですよね。難しい内容のこととかね。だからそこですよね。分かるっていうレベルとできるっていうレベルのギャップですよね。で母国の母国の場合はそのギャップっていうのはある程度そんなに大きくない、小さいと思うんですね。だから第二外国語っていうか、まあ、第二言語かになるとそのギャップっていうのは結構大きいので、その開きをこうギューッとね縮める。だからそのためにこの音読をして聞けたってことをちゃんと言えるっていう状態にするっていうことが重要かなというふうに思います。まあもちろん読めるってことを書けるっていう状態にするのも同じですけどね。だからこの音読ジャパンっていうのは日本の今をいろいろ説明してるんですね。だから我々にとってすごく馴染みのあるものだったりとか、まあ日本の今だけじゃない、例えばお茶とかね、お酒とかラーメンとか、ね、カレーとか弁当とか星座とかね、まあ、そういうトピックなんかも簡単に説明されているので、それを簡単に自分で説明できるようにねするための本です。音読用の本なんですね。だからこれも非常に僕いいかなと思ってます。まだちょっとやってないですけどね。あとは、まあ、最近いろいろ自分のこれはまあ仕事ですね、で企画立案とかもするということもあってですね、買ってペラペラとめくってるんですけども、ホテルの英会話、これは例えばホテルで働いてる方とかであれば、まあ、こういうのを一冊買って仕上げるっていうのがいいと思うんですね。まあ、これもバーッとフレーズがこうやって載ってるわけですよ、日本語と英語でね。でこういうのを一冊音読とかして完璧に仕上げるというのはいいんじゃないかなと。だからそれも一つの境遇ですよね。一つのその環境の英語をマスターする、ホテルで働くことに関してもバッチリです、任せてくださいというような感じになれば、ホテルマン、ホテルウーマンとしては何の問題もないわけですね、仕事する上において。だからそれも英会話のマスターの仕方の一つだと思います。で今ですね、まあ、これからより本格的になるんですけども、ホテルの従業員に向けての研修、英語のですね研修をするっていう英語講師の仕事をするにあたってですね、まあ、ちょっとこれでいろいろ今教材を作ったりとかしているので、まあ、こういった本をですね買って、まあ、オーダーメイドでね、そのホテルそのホテルで使われる、頻繁に使われるであろうフレーズとかをこう自分である程度立案して、でそれで教材を作ってるっていうことをしてます。なので、まあ、こういったのも見てる。あとはですね、これはまあ知り合いの知り合いって感じだったんですけども、そば打ち体験教室最近流行ってるんですよね。でまあちょっと今コロナの影響で
外国人のインバウンドのお客さんが減ってるとはいえですね、やっぱり東京とか大都市、横浜とかですね、ある程度外国人住んでますんで、そういった人たちのそのそば打ち体験をしに来る人の数が増えてると。でそこでこうやっぱり工程をですね、そばを打つ工程を身振り手振りでずっとやってたらしいんですけども、やっぱりきちっと英語で説明したいと。でなんならそのそば、日本食としてのそばの重要性だったりとか歴史だったりとか、まあ、なぜ引っ越しの時あるいは大晦日にそばを食べるんだとかね、そういったことまでも説明したいっていうリクエストがあってですね、まあ、蕎麦打ち体験教室でお蕎麦を食べる、まあ、作るのから食べるところまでですねの、まあ、説明をきちっとしたいので、そういったレッスンをしてくださいっていう要望があったので、まあ、それを今やってるんですけども、そういったところでもこういう和食のお作法みたいなね、こういう和食に関する説明の英語ですよね。なんかこう叩きって何とかね、こういう説明だったりとか、まあ、蕎麦打ちだから関係ないっちゃ関係ないんですけども、やっぱりね、あのこれは蕎麦打ち教室の先生をにレッスンをしなきゃいけないっていうのもそうなんですけども、ホテルの従業員向けの研修もやってるっていうのがあるので、やっぱホテルって和食を出すわけですね。で洋食っていうのは外国人に対してそこまで説明って必要ないじゃないですか、基本的に。まあ例えば簡単な例で言うと朝食のスクランブルエッグとか見れば大体まあ分かるわけですね。でも和食って結構見ても分かんないわけですね、外国人。そうするとこの和食の、まあ、お作法って書いてありますけども、和食のそのお椀の蓋の扱い方とかね、和食器、汁物のいただき方とか、まあ、こういうのが詳しく日本語と英語で書いてある本っていうのは非常にいいかなと。でまさになんですけども、こういうものっていうのは自分自身日本人でも日本語でも説明するの難しかったりすることなんですよね。だからもちろん英語でも説明できないわけですよね。だから TOEIC900 点だったりとか、仮にもっと上の通訳検定1級とかですね取ってたにしても、自分がその分野だったりとかに身を置いたことがなければやっぱりできるはずがないんですよね。なので900点持ってるからといって英語全然話せないなとかってい いうところにですね、コンプレックスを感じないでほしいなと思います。で逆に言うと900点とか持ってると周りの人たちはすごいと思うわけですね、英語できるんだねって。まあもちろんそうなんですよ。なんですけども、じゃあどんな分野の英語でも話せたりとか聞けたり読めたりするかって、そうじゃないわけですね。だからそれは地道に努力しなければならないよということですね。じゃあどういう努力が必要かというと、まず自分が話せるようになりたいエリアを一つ決めてくださいということですね。でそれに対して徹底的に、まあ、音読とリスニングとですね、まあ、音声とセットでですね、たくさんのフレーズを覚えていくと。で最初はじゃあこの本を一冊マスターしようとかですね。でどん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 それを積み上げていくということですね。いろんなものをあちこち手を出すと結局どれも身につかないことになると思うので、まあ、僕がやっぱり一番おすすめなのはこの起きてから寝るまで表現ね、これは非常にいいと思いますね。で思わず、まあ、3冊最近買ってしまったんですけども、これね本当にこのスタンダードの起きてから寝るまで表現ね、これもね日本の英語教育の教科書に載ってるようなものも少ないし、TOEIC とかで扱われてないようなものばかりなので、まあ、意外といいかなっていう気がするんですよね。だからまあぜひねこういったものを買って実際に音読で仕上げてみるといいんじゃないのかなと思うんですね。非常にね簡単なようでて、意外とパッとじゃあすぐそれ英語で言えるのって言うと言えないようなことも多いです。例えば釣り革に捕まる、パッと言えますかってね、 I hang on to the trap とかね、電車の中でうとうとする、 I doze off on the train とか、まあ、降車ボタン降りるときにねこうピンポンってバスなんかでも押しますよね、降車ボタンを押す、 I push the stop button とかね、まあそういう簡単なものからね、この踏切 なかなか開かないなとかね、 This railroad crossing really opens とか、まあそんな内容は難しくないですよ。ですけれども言えるかっていうと言えないっていう、そういう感じの
レベルなので結構ああ悔しいっていうね、でどん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 覚えられるって感じなので、これはね結構おすすめかなと思います。で、まあ、仕事的に僕はこういうホテルのだとか、まあ、こう和食の作法だとか買ってますけども、何が言いたいかというと、自分のまず専門を決めてくださいと、話せるようになりたいなっていう領域、それを決めて、でそれに対しての英会話力っていうのを徹底的に音読し上げてくださいってことですね。TOEIC900 点までたどり着いた、それは目標があったからたどり着いたんですね。なので今度は何かの分野で話せるようになるっていう目標をセッティングしてください。でそれに向けて1冊2冊3冊ね、どん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 音読で仕上げるっていうね。で TOEIC900 持ってる人ってのはやっぱりそれなりに自分に自信がある人だと思います。 TOEIC900 以上、あるいは英検1級取ってる、これはね英語ができるできないっていう以前に自分自身にすごく自信を与えてくれることなんですね。自分自身はそうです。やっぱり TOEIC980 点学生時代取った時、そして英検1級おととしかな取った時、英語云々っていう以前に自分はやれるんだっていう自信を与えてくれる、そういうものだと思います。なので今度は英語が特定のエリアでいいです、話せるようになるっていうことを目標にして、それに対して努力してみてください。でそれでまたより一層自分に自信を与えてくれるようになるし、自分はできるんだというね、そういう確信が得られると思いますので、ぜひ挑戦してみていただければなというふうに思います。さあ今回はいかがだったでしょうか。 TOEIC900 取ってもですね、なかなか英会話ができないと思ってしまうようなそのあなた、ね、ぜひぜひ自分自身をねこうまた奮い立たせて目標を持ってですね先に進んでいただければなというふうに思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。Thank you for watching until the end. See you next time.